おめでとう、こんにちは、おめでです。はい、ということで村子さん粒焼きましたので最新情報を見ていきましょう。スパイファミリーの、まあ、新キャラの、紹介と、あとですね、ちょっとこれは炎上するかみたいなちょっと梅さんがちらっと言ってることがありましてですね、一つ目これですね、夜さんの武器なんですけども、スキルターンが上昇しましたということでですね、今後のゲームバランスを考えて調整しましたと言っております。あの覚醒とかは変わってないです。スキルターンが36ターンだったものが4ターン縮まってないわ、4ターン増えました。スキル内容も変わっておりませんっていうところで、この4ターンがどうなのかっていう話ですね。まあ言ったらこの今出してるサノスと同じようなスキルターンになりましたと。でサノスはスキル使用不可になるのに対して、こっちはスキル使用不可にならないので、まあ結局は強いかなと僕は思ってますね。うん、まあ何が叩かれてるかっていうと、運営がゲームバランスを考えてたんだわらわらみたいなまあそういう、まあ確かにね、まあウルトラとかが出た時点でだいぶバランス崩壊しつつあって、まあそこからね、まあ何が悪いってね、ダンジョンに合ったキャラクターが出てこないというかね、1個前のダンジョンに合わせたキャラクターのスペックが出てきてたから、まあちょっといろいろあったんだけども、うん、まあそれはぶっ飛んだキャラクターを出すっていうのはまあインパクト強くていいけど、まあまあ僕はちょっとその辺には触れないでおきますけどもね。うん、確かにまあゲームバランスを本当に考えてるのか怪しい点はちらほら見受けられる点は僕も感じ取ってますね。はい、まあそんな感じです。まあどちらにしても強いかなと思いますね。結局スキル武器でありますので、サノスってこのままアシストするじゃないですか、周回編成とかで。でそうなってくると、まあスキルとか何も漏れない、ただまあステー盛りぐらいしかできないっていう感じになってたんで、まあステーというかスキブ漏れて T 字消しもなんならつけれてっていうところで、でこの 50% スキル使用不可にならない 50% グラビティってなっておりますので、まあ結局今後の周回方面とかでは結構強いスペックになってくれるかな。どちらにしろ取る価値は絶対ありますので、まあ必ず取ってくださいって感じですかね。交換可能だったらもう本当に交換必須クラスな感じになってくれるんじゃないかなとは思っておりますね。はい、まあそんな感じなのがまず1件目ですね。はい、これがちょっとまあ大きな問題になってる点はあるかな。まあでもいいんじゃないかなと思いますけどね。全然、うん、この4ターンがどこまで大きな響きを出すのかはちょっと僕はそこまでまだ分かってないっていうのはありますけども、どちらにしても一つ言えるのはスキブ武器なので絶対サノスより使い勝手がいいのではないかみたいな感じですね。スキル使用不可にもならないんで、その点はやっぱりでかいかなとは思いますねという感じですね。はい、まあそんなところですかね。はい、次です。出ました、モジャ出ましたね。この辺出てくれますね。フランキーフランクリンですね。バインドスキルプラス封印耐性 指プラスのチーム HP にこの LG プラス10字プラスボイスで、超覚醒に10字プラスがあるので、まあおそらく他の2つの超覚醒は LG プラスと、まあ、スキブプラスかチーム HP 強化のどっちか、まあ多分スキブプラスじゃないかな。スキブプラと LG をもうプラスで1個触れるようぐらいな感じだと思います。まあアシスト無効とか十字で暗闇目覚めとかの対策に使ってねって感じかな。まあもしかしたら T 字消し持ってるかな、どうかなはい、で4ターンスキルは1ターンならサブ炎波 1.5倍、1ターン無効貫通ですね。まあ4ターンなんですよね。3ターンでやってほしいような感じ。まあサブ炎波っていうところがあるんですけどもね、まあそこそこスペックかなみたいな、別にそんなに強くはないかなっていうところですかね。まあ上学生とかで、うん、いやでもなぁ、うん、まあサポートだよね。チーム HP 盛りながら L 字と十字でっていうところで、うん、まあ悪くはないんだけどっていう感じですかね。そんなめちゃくちゃ欲しいとはならないけど、まあ編成によっては便利かなぐらいな、まあそんなもんですかね。うん、で、アシスト進化、メガネです。バランスタイプ用の暗闇完封で、左上ルーレット1個生成の操作時間も倍にして、属性吸収3ターン継続で無効化しますよっていう感じですね。まあ、どっちもそこそこかなっていう感じですね。まあ、使い道はあるかなぐらいな感じですけども、まあ、サブで編成によっては入ってこれるかなみたいな感じですね。うん。はい。まあ、そんなところでそこそこ強めぐらいな感じで、うん、いいと思います。はい、続いてシリビアシャーウッドですね。これは僕の予想の話です。考察というか、原作読んでないので、アニメしか見てないので、それ以降の物語知らないんですけども、アーニャのお母さんなんじゃないかなって僕は思ってます。一応。なんか今後、ストーリー的にそうでした、みたいな最後の方で明らかになったら面白いよねって思う。
前ね、これ一番最初の方かな、あったんですよ。私にも昔同じ年ぐらいの子供がいたみたいな、そんなセリフがあるんですよ、どっかに。なので髪の色とかもなんか怪しいなーって怪しいよなーって思いません？はい、まあそんな感じですね。バランス、あ、ごめん、バランスじゃない、バインドスキルプラス封印2個のゆるプラ1個の3色プラスで3つのボイスです。小学生スキルプラス見えてますけども、まあダンジョンボーナスとかが多分あるんじゃないかなって思ってますね。で、スキルは10ターンスキルで、敵の行動2ターンチェーンのダブル吸収無効です。で、これリーダースキルが一番注目点高いです。ダンジョン潜入時、リーダーの時にランク軽減値が 1.8 倍です。はい。まあ、しげしげ、サレーネに続いて、もう本当何年ぶりみたいな。こういう 1.8 倍のランクのやつが出たの。なので、まあ、これは、取る価値がもうここのリーダースキルだけで十分あるかなって。ただ波乱を呼んでるのがちょっと僕もあんまりそういうランク上げにあんまり興味がない人なので、あんま裏知らとか紹介しないんですけど、聴覚性にスキルがあって素のスキルが2個なことに問題が出てるっていう感じですね。これしげしげと比べられることが多いかなっていう感じですけど、しげしげスキル3つあるんですよ。なのでマルチだと聴覚性消えちゃうので、素でスキルを何個持ってるかが結構大事なポイントにはなってくるかなっていうところで、うん、そこがね、まあガチ集会勢にとってはね、だいぶでかいらしいですよ。あの、僕は分からんすけどねソロでもやらんからっていう感じですね。まあソロでやる分にはスキルプラスなんでね、まあ別にって感じかもしれないですね。で、あとはスキルに吸収無効を自分が持ってるのはでかいと思います。これはうん、でかい。サレネとかって花火だったりとか、まあシゲシゲだったらこのなんか固定ダメージ陣とか、まあそんな集会になくてもまあなんとかなるよねみたいな、なくてもいいかなみたいな。まあサレネの花火は強いケースあるかもだけど、うん、この吸収無効って結局どっかにつける必要あったり、まあサブで誰かを用意したりとか、そういうのが必要になってくると思うんですけど、これを自分が持ってるっていうのは結構でかいんじゃないかなっていうところ。これここに革命点があるんじゃないかなみたいな感じですね。まあ今後の集会はシゲシゲなのかサレネなのかシルビアなのか、まあこの辺の3択になってくるんじゃないかなみたいな感じですね。これはね、持っとった方がいいです。特にあのランク上げとか興味ある方とか、そういう方はね、ぜひ持っておきましょうって感じですね。はい。で、アシスト進化ですね。アシストは非附属性付与、バランスタイプ付与の無効貫通チーム HP2 個。で、3ターンチェーン。もうこれ見た時にもうメタルアンタレスがスパーって頭に浮かびましたけどね。メタルアンタレスめっちゃ近くないみたいな。メタルアンタレスは附属性非不要の無効貫通のチーム HP 強化2個のヒドロ強プラスで、まあロック解除って感じですね。はい。まあ覚醒は似てるよねぐらいなもんか。3ターンチェーンできるのが強いかって感じですね。まあだからスキルが強くなったメタルアンタレス武器みたいな。まあシルビアの方がいいかなみたいな。まあドロ強っていう点は違いはあるんですけども、いや3ターンチェーンできた方がそれは強いよねっていう話でありまして、うん、これは、かなりいいんではないでしょうか。無効貫通武器としてメタルスピーカーとかその辺を使う人にとっては結構いいんじゃないかな。学園レブーの武器ってどうだったかな。学園レブーのこれは無効貫通で、まあ、附属性は変えないのか。3ターンチェーンのだけか。はい、まあそんな感じですけどね。うん、非附属性不要にしながらこれステータスも漏れて3ターンチェーンはかなり強いと思います。まあシルビアは本体もリーダースキルでね、ランク上げとしてもいいし、武器もね、附属性不要の無効貫通武器で、非属性編成結構無効貫通強いので、その辺ではありになってくるんじゃないかなと思います。はい、シルビアは結構強いと思います。当たりのぶりですね。次、弟さんも本体で出ましたね。これだけで、アンド系だけじゃないですね。有利ですね。バインド、スキルプラス、指プラ2個の回復 LG、3色攻撃強化プラスが3つ。3色多いね、今回ね。で、ボイスの T 字消しありますよと。まあ、聴覚生は T 字か3色プラスかスキルプラスかみたいな感じでしょうね。HP が1万超えてるね、高いです。3ターンスキルで1ターン内でランダムルーレット1個生成の操作時間回復2倍。なんかセシリア的なそんな感じですか。で、ドロップロック解除しますよっていう感じですね。まあ、ありがちといえばありがちみたいな。まあ、大体、1コラボ1体はいるよねみたいな感じですね。レイリーみたいな感じでしょう。まあ、言ったらね。はい。まあ、そんな感じですねというところ。まあ、ロック解除できるのが強いか。はい。まあ、そんなんですね。まあ、火力は3色プラス、まあ、4つ目とかあれば。結構高くなってくるんじゃなかったかな。ちょっと計算が。2.5 倍が2,3,4,5,6,7,8 あると1528、25倍か。うん。まあ、4つ目あると結構強そうね。リーダースキルはドロップ5個消し1個につき 2.5 倍3色以上でダメージを激減し固定1ダメージ。夜さんがなんか同じ感じだったよね。夜さんが、
1か3で 78% 軽減なので、まあ追撃をやってくれるような感じですかね。はい、まあそんな感じですね。まあリーダーではどうでしょうね。 2.5 倍ずつ上がるだけで本体素の倍率はまずないというとこなんですが、まあ相性的にはいいかなみたいな感じですね。使えるのかはちょっと使ってみてになるかなって感じです。はい、でアシスト進化、回復ドロキョの毒貫封封印2個で18ターンで打てる3ターン回復力と自分エハ3倍の3ターンヘイスト、うん、めっちゃ強いっす姉の写真ということでね、あのキモいんですけど、まあ毒耐性は姉が料理が下手なので、まあね、毒大丈夫ですよみたいな、まあ、食ってますからね結構ね。はい、で封印も漏れて、であとは18ターンの3ターンヘイストは結構強いですね。はい、これは毒耐性武器の中でもだいぶ強いし、なんなら封印耐性もね枯渇しがちなところもあったりするので、うん、まあ、武器として欲しいですね、有利はね。はい、まあそんな感じです。姉の写真が欲しいと、まあそんな感じですね。以上が有利と。で今日は最後これかな、フィオナ。フィオナも一体出てくれたね。ありがたい。もうキモ、いや、違うけど、違うよ。イラストキモいっつうかね。ちょっとまあ、そういうことですね。はい。ね、好きって書いてありますね。はい。ロイドに対しての愛情が溢れんばかりで。スキブ4つの封印の指プラのお邪魔貫封3色。またこいつも3色だ。3色プラス3つ。T 字。同じやんけ、お前。一緒やん。3色プラス2。T 字って。有利と一緒やん。で、お邪魔幹部できるのは強いね。ステータスもまあまあ高いし、3ターンスキルで、一旦の間、回復ドロップ少し落ちやすくなって、リーダースケットエンハン3倍の覚醒無効全回復。これ強いっすね。これいいと思う。リーダースケットエンハンスは欲しいっすからね、今の環境ね。リダフレが火力を出す環境で、サブはもうなんかサポートに徹してるみたいなことをあったりするので、まあ、結構多いと思うんですよ。まあ、出してもサブの1体が火力出してるかな、みたいな。まあ、そんな感じなんで、リーダースケットエンハンスはめっちゃ大事です。特に裏千住とか、ね、リダフレデバフきますから、まあ武器でもなんとかなりますけど、まあその辺とかが結構いいかな。回復ドロップ目覚めはまあ目覚め上書きとかには使えそうね。うん、まあ多次元以降そんなに厄介だなと思ったことないですけどね。裏多次元の時にクソ目覚めがって感じだったけどはい、まあそんな感じですね。まあ目覚め上書きとしてもいいかもしれないですね。で76リーダーですね。76で激減っていうとね、まあなかなか珍しくはある。花嫁じゃねえわ、有利、ジューンブライドの有利だったっけ。うん、ちょっと弟の名前も有利で、こっちのキャラの名前も有利だからややこしいんだけど、その辺が76激減リーダーではありましたけど、まあなかなか珍しくはありますね。まあリーダーチェーンする前の耐久力もだいぶ高いよって感じですよね。はい、で、武器に関しては攻撃タイプ用バインド7強指2個ですね。15ターンで受けるダメージ一旦無効化、2ターン7でダブル吸収無効。うん、まあまあまあかなみたいな。うん、まあまあですかね。はい、まあ別になくてもなんとかなるかなっていう武器かなとは思います。本体がいいですね。うん、フィオナは本体欲しいなっていう。バインド耐性がないのがちょっと気にはなりますけどね。だいたい足りないところを武器で補うシステムですね、最近パズドラね。はい、まあそんな感じになっております。ということで今日発表されたキャラクターもなかなか優秀なものでございましたね。まあ注目すべきはやっぱりランク経験値アップシルビアとかで、あとは、まあ、個人的にはフィオナ進化前とか、まあ、ユーリンの武器とか、まあ、この辺ではいないんでしょうかと。うん、この辺強いねという感じですね。はい。まあ、そんなところですね。ということでですね、まだ他にも、まだアンド系のね、性能が出てませんので、アンド系は多分これよりもさらに上を行くような性能になってくるかなと思いますので、楽しみに待ちましょう。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。